坊主のスピーカーここに入ってるんですよ。街乗りでもかなりそのソフトな足回りっていうのもあって、かなりなんだろう、疲れないと思います、これは乗ってて。車の話、坂戸店のコーナーです。いないな。というわけで今日は一人でお届けをしていきたいと思います。本日はですね、アヘッドモーターサービスの在庫車紹介ということで、じゃじゃーん、マツダロードスターの RF VS バーカンディエディションセレクション、を、ご紹介をしていきたいと思います。まあ、今ね、マツダのロードスター ND 型と呼ばれる型なんですけれども、このモデル実は2種類あるんです。普通のソフトトップのオープンモデルと、このロードスターの RF、まあ、電動のね、ハードトップがついているモデル、2種類があります。今回は RF の方をご紹介させていただくということで、見てください、これ電動なんですよ。ここの屋根、これね、早速ね、動かしてみたいと思うんですけど、いや本当にこれめちゃくちゃ速いんです。見ててくださいね。速くないですか皆さん。全自動ですよ、しかも。大体ね、15秒ぐらいでこの開閉ができるということで、非常に、なんて言うんでしょうかね、空気を、新鮮な空気を浴びたいときと、寒くて嫌だというときはですね、こう使い分けていただいて、乗っていただけるお車かなと思います。まあ、そのロードスター RF なんですけれども、実はこのロードスター RF っていうのは、2018年にマイナーチェンジがされておりまして、この車は、2021年式、その18年のマイナーチェンジ後の車になってます。で、まあ、何が一番違うかっていうと、エンジンです。はい、マツダといえばスカイアクティブということなんですけれども、この、スカイアクティブ G、まあ、要は G っていうのはガソリンのことを言ってるんですが、このロードスター RF には2リッターの NA 直四エンジンが搭載をされています。はい、で、もともと出た時っていうのは大体ね、馬力が160馬力前後だったんですけれども、そのマイナーチェンジの時に20馬力以上馬力が上がったということで、非常にパワーアップしたエンジンが搭載されていますと。で、もともとロードスター、普通のロードスターは 1.5 リッターで、RF に関しては2リッターのエンジンが積んであるということで、まあ、電動ハードトップが積んである分ちょっとね、重いんですよ。なんですけど、このエンジンの排気量が大きいということで、まあ、それで、まあ、カバーしているのかなっていうような感じですね。ちなみにね、デブリミットも6800から7500まで上がっているということで、よりね、その NA の楽しさっていうのを体感していただける、そんなエンジンになっています。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、このエンジンルーム。これ新車並みに綺麗ですけどね。オドメーター見ていいですか、何キロなんだろう、これ見てください。通りで綺麗なわけです。3969キロ、そら綺麗だわ。令和3年車で2年落ちですか、ちょうどね。はい、またね、この内装が非常におしゃれ。はい、見てください、この赤と、まあ、赤というかワインですよね、この白と、ボディ色の白とね、そしてこの黒い内装、この3色が非常にこうマッチしている、おしゃれな感じ、なんか大人な感じですよね、すごく。はい、では、まあ、基本的には、まあ、マツダのステアリング、まあ、この時代は全部一緒ですけど、非常にスポーティーですね。これ握りも細くて握りやすいですし、あとこういうインフォメーション系もね、その親指で届く範囲に全部あるんですよ。ここもそうでした。あとパドルシフト、6速のオートマが積んであるんですけど、まあ、これもすぐ届くっていうことで、まあ、かなり運転しやすい形になってるかなというふうに思います。で、あとはこのシートヒーターもついてるんですけど、これね、見てください、ここね、BOSE って書いてあるじゃないですか。これね、BOSE のスピーカーここに入ってるんですよ。だから音楽もよりね、楽しんでいただける。どうしてもね、オープンカーなんで音がね、聞こえづらい瞬間ってあるんですよ、どうしても。なんですけど、ここからね、音を出してくれるので、まあ、より楽しめるかなっていうね、気もしております。はい、はい、というわけで、まあ、非常にね、まあ、おしゃれな車なわけなんですけれども、やっぱりね、車実用性もないといけないと思うので、ちょっとね、トランクチェックしてみたいと思います。
狭いですけど思ったよりはラゲッジスペースありますね。というのはこの車電動のハードトップじゃないですか。ということはこのね大きいこの物体がこの中に入るわけですよ。だからラゲッジスペースほとんどないのかなと思ったんですけど意外とありますね、はい、これだったらちょっとした旅行ぐらいだったら 2,3 泊の旅行ぐらいだったらなんとか入りきりそうなぐらい、はい、スペースありますね、はい、あとはねちょっとエンジンかけてみましょうかね次ね、はい、というわけでかけてみたいと思います。非常に軽快に駆け上がりますね。これはでもやっぱ乗ってみないとねでもわからないと思うので早速乗ってみたいと思います。いやいいですね、もう優雅にこう風を切る感じがいいですね。またオートマなので非常に楽ですよね運転が。あと今シートヒーターを入れてるんですけどかなりねあったかいですね。あったかくなるのも早かったですし、これはね今この時期今日なんかねかなり寒いんですけど非常にね重宝しますね。やっぱりこの機能はやっぱり今時の車って割とねエアコンのパネルなんかもデジタルな、ね、もの多いですけど、やっぱりこういうアナログが、ね、使いやすくていいですよね。すぐ手に届く範囲に全部ありますからね。キックダウンも結構早いですね。一番この車の楽しさが分かるのは間違いなく街乗りじゃなくてワインディングですけど、でも街乗りでもかなりそのソフトな足回りっていうのもあってかなりなんだろう疲れないと思います、これは乗ってて。あとこの運転席から見えてる視界もすごくね開けていて、その車がどの位置に何だろうタイヤがあってとかボンネットの位置がどの位置にあってとかって何だろうその自分の手に取るようになんか運転しやすいように見えますよね。この視界は全然低すぎないので、はい、というわけで試乗が終わりました。あのね非常にいい車なのは分かったんですけど、この車はね街乗りじゃないですよ。やっぱりワインディングに行かないとその楽しさは存分に味わえないかなと思うんですけど、でも本当に街乗りしていても非常にそのソフトな足回りで乗りやすいし、その屋根開けてね今回走ったんですけど、もっとね風切り大きいかなと思ったんですけど全然そんなことなくて、なんかそのオープンカーの良さとそのクローズドボディの良さをなんかこうガチャコしたような感じの良さがあってすごくね乗ってて快適だし楽しいなっていう風に思いました。というわけでこのお車令和3年式のロードスターの RFVS なんですけれども、車両本体価格が290万円ということで、あとはですね、まあ、初期を含めて313万円という形でお出しをさせていただいております。ぜひですねこのロードスターの RF 気になった方はアヘッドモーターサービスまでお問い合わせください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対してまあチューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗って
チューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、板、ね、はい、金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。